ミク、遊びに来たよ。いらっしゃい。そういえばさ、ここにただ遊びに来るのって僕くらいじゃない？奏や真冬はここでも曲作りしてるみたいだし、エナはサボりたい時に来てるみたいだし。そっか。僕たちの中で一番大人なのはミクかもしれないね。